おはようございます。さあ今週も始まりました、ういちとひかるの面白いテレビ。さあ、埼玉県川越市にやってまいりました、はい、パラッツォ川越店さんでございます。はい、はい、裏側に今あの本当の入り口が並ぶところがあるんですけども、はい、僕らは裏口、ちょっと行列が苦手なもんです。朝ねやってまいりましたけれども、はい、あいにくのちょっと小雨が、ちょっと小雨模様で、まあ僕らが天気の話をするということは特に話すことがないないですかってことですか。僕はあんまないんですよ。なぜならこの何日か結構一緒にいたでしょう。そうですね、大阪で会って、秋葉原で会って、今もうでもうほぼ 確実っていうの。あ、でもその間に達郎の話はほとんどしてないですよ。何があるかなテレレ、あ、マイジャグラー3、はい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 、はい、あ、サンダーブリボルト、リボルトございますね。まだ打ってないです。シャドウハーツも触ってないです、ね、まだ触ってないです。ここに凱旋がありまして、オキシロ系はありますね。花火が9台もある、はい、あ、ボンノーブレーカー戦が2台あります。あ、そんな小さい全ってそんな人気あるんですか。全然ないです。全然ないです。全だけにね。全だけにね、これね。全って言うんですかこれ。ボンブレ。あ、略詞、うん？略詞はちょっと煩悩かな。まあ打つ台には困らないですよ。困らないですね。時計はもう、はい、あのたくさんあるんで。はい。いろいろいっぱいありますんで、ね。すっげえかいいな。面白いテレビに置かれましては、置かれましては、はいはいはい、はい、たまたまなんですが、沖さんがこのタイミングで体調を崩すことが最近多くて、はい、ちょっと声がねみたいな感じのことが続いてたんですね、うんうんうん、で僕はそれに対してちょっともう声大丈夫ですかって、うん、まあ、その都度言ってるんですが、うん、あのテレビを通すとですね、まずこのマイクの性能が良くて、うん、沖さんの声のダメっぷりが聞こえない、思いのが伝わらない、うん、はい、ゴッドイーター打ってた時ももうズビズバ、ゴッドイーターの時はもう本当最悪でした。それが普通に聞こえてるの、普通に聞こえてる上に俺の方が鼻声。それはね違います。全然あの時はもうティッシュマジすごかったんで、そうそうそう、いやだからティッシュの下りも使われてるんですけども、うんうん、あのそんなに大変かっていう、あ、上に、はい、上に俺の方が鼻声だっていうのにこの間ずっと見てて気づきまして、今日も鼻声だよ朝。なので大丈夫ですか沖さんって言ってるのがもうテレビだと大丈夫ですか沖さんみたいな黒柳徹子みたいになって、いやそういう感じじゃないですけどもあの大丈夫ですか沖さんって言ってる俺の方が悪く、よっぽど聞こえが悪い感じで、こう多分見てる人はてと思われてる方が多いかもしれないですけども、見に来てもらえば分かります。さあ開店でございます、ね、おー早い早い、そんななんか狙い台あるんすかね。シアンシアンダーあシアンダー V 開いてるんじゃないの、開いてるんじゃないの、うわー開いてる、これはちょっと打っちゃうな俺、全く触ったことないですけど初めて。凱旋行こっかな、一番出てない台を打とう、これ行こう、1の0ね。パチスロ界の松本零士、沖ひかるでございます。時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない、知らんがなそんなの。結局凱旋に来ちゃいました、甘栗剥いちゃいましたということでね、この店珍しいっすね。
ゴッドが揃ってない朝、この台は何、リールの隔離はあんのかな、この台はリールの隔離あるんすかね、あるなら行ってもいいんだけどな、いろいろ。取れてしまいましたので、ちょっとサンダーブイリボルトを打ってみたいと思います。ツイッターや、いろんな人のブログ等で非常に評判がいいのは知っておりましたが、なかなか打つ機会に恵まれませんで、今まで触っておりませんでした。でもう一個、本当は煩悩ブレーカー前、ね、あっちも一回だけ触って非常にやりがいの、叩きがいのある台だというのは知ってたんで悩んだんですが、取れてしまったんでね。あとやっぱりリーチメマシンは好きなので、さあチャンスを。そう、サンダーはね、チェリー付き体格がリーチメじゃないんだよね。必勝ガイドの DVD でね、今撮ってくれてる松本さんと、あのサンダー V の DVD じゃない、ビデオですね、 VHS ですよ、サンダー V のなんか企画をやったこともありましたね。やっぱなんかモーニングあんじゃねこれ。ちょっと移動します、移動します、順番に隣に移動していこうかな。まずはこっちが、今日はふわふわデーですね、これね。学類あんのかな、いやわかんねえな、今学ってないですからね、多分学んないと思うんですが。これもここに止まれば入りだろう。スイカここで見倒したらこぼすのかこれ。スイカこぼすだ、ビターで押したら今分かりました。配列をちゃんと全部回ってる時に見れないので、僕はね今回もダメでした。チェリー V をこれをもう一個下に押すとスイカがいないですね、滑ってもショックので、さっきのはスイカこぼしだったと思われます。ごめん、やっぱ違うのかな。ちょっと隣で行きます、隣で行ってみます。ないね、ちょっと落ち着きます、ちょっとこの島から出よう。まずはちょっとね、ちょっと運試し的な感じ、ちょっとそこまでみたいな感覚、要はあどこ行ってきたんですかっつったら、ちょっとそこまでっていう感覚で打ちます、ね、はい。いや、イケイケマハロはねマジで面白い、いろんな告知パターンがあっていきなり消灯したりもするし、よくできてんすよ本当。これも当たらないの、もしかして右でスイカやらかしたのかな。
はあ、あれもスイカこぼしかもしれない。めんどくせえこの台。あれ奥さん呼んでこようかな、隣空いたから。ちょっと横で一緒にサンダー打ちましょうよ、空いたから。打つ、ぜひ打つ。じゃあもう大至急。いや打つ、これこれだけね、30杯だから。このままだと俺路頭に迷うとこだったんで、徳さん、徳さんいてくれてよかったなと、こういう時思うよね本当に。うん、あ、間違えた、最悪じゃん。いや、これは流します、これは流します、さすがに。さあ、本日の実践収支です。投資が5000円ですね、正午前、そして60枚回収ということで、パラッツォ川越店さん非常に楽しかったですね。今回の実践、また次回も来たいですね、これね、機会ありましたらぜひお願いしたい。というわけで今回の面白いテレビはここまでで終了と、また次回お会いします。いやー、よかったよかった、危なかったっすよ、声かけてくんなかったら。もう俺4代目だったから、あれが。そう、早い早い早いっすよ。これがまた当時の面倒くささもそのまま継承してますよ。え、チェリー、チェリー好きの部位上段に見倒したらもうその時点でスイカこぼすんで、下段スイカだ。そうそう、演出なしでもこぼすし、で逆の7押すと毎回スイカ出ちゃうし。ああ、そういうこと、うざいね、びっくりした。いきなり3連がドス。俺言っても初代サンダー V の編集担当だったんですよ。関東記事組んでましたからね。昔打ってました、初代サンダーの編集担当、関東記事の編集。いやいや、そんなことは一つも聞いてないですよ。昔打ってましたね、めちゃめちゃ打ってたっつ。鳥天入ったの。いやいや、わかんない。何でも聞いてって言われてや。あ、俺フラッシュメインだから。僕フラッシュメイン、知識イケポチャ B とかすごいよ。イケポチャ B、 イケポチャ B、 イケポチャ B とかね、すごい。俺はあの お尻フラッシュの。そう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 、 W とか言ってませんか。ガイドは W 字、マガジンがイケポチャ A とイケポチャ B。 すごいいいセンスしてたの、マガジン。そう、これは好きだったよ。ほらほら、演出なし。あで揃った時にお尻フラッシュ。これあのね、言っとくよ、これ無理だね俺には、この台。ちょっと目押しがね面倒なんで。あ、やっちゃったわ、やっちゃった、多分スイカです。あ、今すげーのが出たよね、フラッシュ。 V ビッグの可能性もある。ないよね。あった、あった、ありました。懐かしい、この音楽は上がる、この音楽は上がる。なんでさ、奥さんが最初に当たってるの。リーチ目出たんですか。こぼし目っぽい、リーチ目っぽいのが出た。これはやるよそりゃ。
簡単だもん。あなたが寝押しがうまいというのは僕は嫌というほど、はい、はいはい、ありがとうございます。3回ですよ。4回目はもう順押し多分。はいはいはい。さあ、闇 W だ。ああそうそうそう、これ俺が考えたんだから、俺とアニシが。コロ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 全部そうっすよ。このフラッシュの名前を俺とアニシが考えたんですよ。すごくない？俺、まあ俺とアニシね。いやすごいねこれ。よし、何にもないね。あの花火のあれが、花火のあれがないじゃん。花火タイムみたいなやつがよ。ただでも当てたい、リーチ目見たい。全ショート。これスイカやらかしましたよ。ああやらかしてる。予告音プラス全ショート。予告音なし。あ、なしの全ショートは関係ないですよ。大丈夫です。全ショートで、うん、絶対ないっす、絶対ないっす。全然ないっす。難しいな。あ、そういや言うの忘れてたんですけど、これ初代のサンダー V のフラッシュのね名称は、まあ、僕とアニシが、まあ、アニシと僕が、ね、考えたんですよこれ。いや自慢じゃないよ、もう昔の話なんでね。昔の話を今更するつもりはないんだけど、まあでも事実なんでね。まあまあいつも言ってますから、あとまあこぼしましたけどどうでもいいやそれは。まあフリーズ演出っていうのをまあ僕が考えたんですけどね。あれ僕ですからね、皆さん普通に今使ってますけど僕ですけど、自慢じゃないけど。そう、それでこのサンダー V のフラッシュの謎を解けみたいな、あの当時はビデオでしたけど VHS のビデオ、視聴ガイドビデオ版みたいなやつで、俺は初めて松本さんに会ったんですよ。そん時に、そう思い出した思い出した。そっからの縁なんですよ松爺とはね。そんな味。お、うわこれどうですか。超スイカ、またやった。超スイカの可能性が高い。うわー弱いね、まだわかんない。もうない。あ、ないよ。でも V ビッグとか、うん、そう全然あるよ。昨日が結構出てるからこの段は厳しいのかな。あ、見た今の V フラだった。 V フラ、 V フラでしたよ。ちょっと待って、 V 字は、うん、スイカ対応なんすよ。いやー俺はこれはあると思うわ、あると思う。これバーだと思います。大丈夫です、あると思います、あると思います。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。ほら違った、大丈夫です。はい。スイカ、スイカ。お、さすがにこれは確か違うはずですよ。一直線もダメでした、うん、チェリーは違ったはずだけどね。でも上り竜でした。本当？
だっけ。あーおー来たね。いやかっこいいわ。サミダレが来ましたね今ね。サミダレリプレイでサミダレ、ちょっとだけチャンスなんですよ。ない、いやないか。1でも167分の1の割に重いっすね。ジャグラーよりいいんすよこれ。ちょっと追加はしますけど、この後はハマるようだとちょっともうダメだなと。まあ現時点でちょっと厳しいんですけどね。さすがにって感じですね。さすがにって。危なかった。右も適当に押しちゃいけないんだよね。第1停止でドシャーってなったらリプレイで、リプレイ第2だとベル、第3だとなんだっけ、チェリー、チェリーなの、チェリー、小冊子に書いてた、小冊子。こんな来ないかい、これ周りも含めですけど。予告音もこの台が初めてじゃなかったでしょ。どれ、予告音、予告音は初めて。そうリールのフラッシュもそうですよね。リールのフラッシュはだってチェリーバーとかあってソレックスとか、ソレックスとかさあったよね。下り顔でこれが初めてフラッシュを搭載した。あ、予告としては初だよ。予告としては初。ソレックスとか確定告知だから。チェリーバーも光ったらボーナス。あー、そうか、そうか、そうか、そうだ、そうだ、そうでした。そういうこと。あ、なんだよ、熊本の兄ちゃんじゃん隣。面白いの、初期の頃の中竹くん家行った時にプレゼント、エヴァの貯金箱かなんか当たったっすよ、この夫婦がね。それ持ってきてくれましたね。一緒に写真撮りましたけれども、ハサミ打ちだと出ちゃう。あー、そういうこと。初代は出ないんじゃないかな。そもそも V7 本当に二角でしたか。なんかそういうのはあった。500超えたらもうでしょ。800ゲームでボーナス1回はないでしょ。いやいやいや、ないよ、ないよ、ねえ、ない。さすがにあるかないかって言われたらないだろうけど。でしょ。
にだよね、さすがに。ちょっと新規開拓します。だから僕なんかこう寝台で、しかも昔懐かしいで人気があるからあんまり取れない、ようやく取れたとかなるともうちょっとズルズルいっちゃうんですよね。じゃああと1回当たるまでとか。おや、スイカやりましたかね。そういう感覚、起きたのがやっぱシビアなんですね。実は I love you。 じゃあ気が済みましたんで、目の前でこんな餌がいいんですか？それは行きますよ。すいませんでした。前半戦終了。現在曹洞氏が第1枚将9枚1球。一方徳さんは3打を14本で諦めまして、はい、ビッグ1回、はい、で、どうしようかなと思った時に凱旋の00690ぐらいの台が開いてた。もう目の前でなんかファーって諦めちゃって、うん、でもついこの間ですね、まあ、まさに全く同じ状況の台を見かけた時に取った。いや僕はその隣を打ってたんですよ、うんうん、そしたら一緒に打ってたそのお客さんが、うん、もう無理やめるって言って、うん、はあ、ここでやめるのかって思ったら朝一台でしょ、まあ、その子はあの朝一もう据え置きだって確信してたっぽくて、うんうんうん、案の定土点据え置き土点を食らってました、ね、なるほどね、なるほど、ね、だからそれがあるんでまだ何とも言えないですけど、とりあえずなんか仮押さえあのいや帰る場所見つかった見つかった、なるほどね。次週俺これが打ちたかったのよずっと。今日こそねこれどこにあるかまだ見つけてないんで、ちょっと後半戦ね気合い入れ直して、これぞパチスロ番組っていうね展開ね、醍醐味をね、そう、ほぼトーク番組になってましたんで、おそらく前半わこれ俺に似てるよね、ほら、わー飲んじゃったバカ、ふざけんなよ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週月曜配信、ゼニゲバ、毎週火曜配信、嵐と松本、毎週水曜配信、逆転着、毎週木曜配信、ギョタクトナルセの月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV